なんかちょっと雰囲気が違う。トイレです。トイレです。ちょっと待って。トイレ、ね、トイレでした。トイレでしたね。丁寧だね、こういうの。誰かが言うの意外とさ、上とかも映してる。これ天井とか廃墟マニアだな。そのセリフなかなかさ、こういうとこってこれないじゃね。どうなんだろう、今あるよ。なんかホームレスが住んでないのかな。さっき映んなかった、あの石畳の上で見た。ちゃんと映しておいて。何使うんだよ。そう思ったんだけどさ、怖くない？崩れたら。崩れるのかな。分からん。だってコンクリさっき割れてたじゃん。いや、あれは、あれはたまたまでしょ。頭が怖いんだよ、廃墟。もう一度ご覧いただこう。不可解な行動をとる薄汚れた男の姿。画面に映り込んだ男は地面に落ちた赤い何かを触っている。投稿者によると、数分前に同じ部屋を覗いた時には異常はなかったというが、この男性霊の行動と赤い何かが意味するものは一体。
何かを感じ取ったのか、しきりに周囲を気にする様子の撮影者。二度目に通路を映した後、傍らの小部屋のような暗闇からこちらに向けて微笑むような何者かが見えないだろうか。わずかに伺える表情からは悪意は感じられないものの、撮影者はただならぬ寒気を感じていたという。この建物が廃墟である理由と何か関係があるとでも言うのだろうか。めっちゃ調べたんやろ。近かったわけ。この映像は投稿者のカップルが休日とある祠に向かう道中で撮影した映像である。投稿者によると、その祠には縁結びの御利益があるらしく、パワースポットとして知られているというのだが、すごい、なんか見て見て、この絵、この絵見て、この絵見て、なんか映画っぽくない？映画、なんかあのホラー映画やな。これほんま縁結びやん、これが。マジでほんまここかよ。なんかめっちゃ不気味ちゃう。確かにちゃう。いやでもここやねん、ほんまに。あ、ほんま、すごい。でもまあ信憑性あんのかな。オッケー。オッケー。あそこら2階叩くのかってんの。知らんけど。わからんけど。行こう行こう。もう。じゃじゃじゃ。何してんの？何してはるん？え？してんねん、マジで。え？わからんわ。でも怖いな、こう見ても。一見、資料とは無関係に思える鳥居や祠。しかし、それらはあくまで人間が作ったものであり、中には人間の勝手な思い込みで作られたものもあるというのだが、もしやこの祠には何か悪しきものが宿っているとでも言うのだろうか。すげえな。
出して。なんだこれ。すげえ。怪しくなってきたね。確かに。え、間違えたかなんです。でも、え、ちょっと戻る。いやー、戻るの今更ね、もう。だいぶ下ってきたけど。だいぶだけど。これでもあと1時間もしたら真っ暗になっちゃうよね。やば。あ、大丈夫。痛そう。超痛そう、これ。どうしようか。合ってるんだよね。合ってんだよねっていうか。いや、合ってる。誰が知ってんの。誰が知ってんの。それだよ、それだよ。誰が知ってんだよ、これ。案内とかないけど、一本道だったと思うけど、うん、どっかあったのかな、なんかあったのかな。それでもなんか変なの。何それ何なんかいじくり。これでもあれだよね。人が、ね、なんか管理されてる、ね、手入れしてるってことだよね。だから大丈夫じゃん。してるけど、これなんだよ。こどうしよっか。あ、なんか普通に触んない方がいいんだよ。どうしよっかね。でも戻んのめんどくね。え、ちょあれ、あ、おい、ちょっと首つるってね、人に見える。あ、いや、マジマジ、ちょっと見て。ないないない、見えない。あれ？どこ？ないない。あっちあっち、ほら。あれ？いいよ、そういうの。ちょ、あれ？ない。見えねえな。なんでだろう。いや、見えねえなって、だって見えんわ。ないわ。違う違う、俺は見えてんのよ。あれ？どういうこと？どういうこと？え？どこ？向こう向こう、ちょ、ほんとに見えない？全然見えない。わかんない。どこ？何にも見えない。あれ？カメラにも映る。いや、もう遅いね。やめよう。いいよ、もう帰った。ちょっと俺、行ってくるよ。あ、マジかよ。マジ？え、超えるそれ。やめよう、もうやめよう、本当にやめよう。だって人だったらさ。人だったら警察に任せようもん。もうやだ。私はやだ。え、ちょっとだけ見てくれ。ちょっと。待って、一人にせんでよ。行こうじゃない。ほんまにやめて。めっちゃ進むじゃん。だってあれ、じゃあもうちょっと奥だった。やめてよ。いや、あれ？もうない、戻ろう。いや、この辺にいたんだって、今、本当に。ふらふら揺れてたんだって。怖い、もう、怖い、やだ。あれ？何？ちょっと、何？ちょっと！首吊り死体が見えたと言い張る男性だが、映像でもその姿は確認できない。制止を聞かず近寄って確かめようとする男性だが、悲鳴とともに仲間たちは走り去ってしまう。振り向いたカメラは木の横に自然に立つ女性のような姿を捉えている。これが彼の言う首吊り人であるかは定かではないが、調べによるとこの森での自殺者の数が不自然に多いということは事実のようである。
後の取材により映像に映っているこの部屋で過去にストーカー殺人が起きていたことが判明した。当時大学生だった女性が風呂場で殺害され、その犯人である元恋人だった男性も押し入れの中で服毒自殺を図っていたというのである。まさかこれは元恋人を死に追いやり、また自身も暗闇の中で命を絶ったストーカーの男性が死してなお元恋人の部屋だった場所に住み着き、押し入れの中からこちらを覗いている姿であるとでも言うのだろうか。